教えてかな先生毎月最終週の水曜日にお届けしています教えてかな先生新垣かなウィメンズクリニック院長の新垣かな先生にお話を伺っています 年齢を重ねるにつれて様々な不調を抱えるものですね特に女性は女性特有の心身の不調を抱えながら生活していることありませんかこのコーナーでは普段家族や友人にも聞けない婦人科系の不安や悩みを新垣かなウイメンズクリニックの新垣かな先生に聞いていきます今日はですね匿名希望さんからの質問です 子宮頸がんワクチンについての質問ですお聞きください香野先生今月もよろしくお願いいたしますよろしくお願いします今日ね先生お休診日なのにまた講演会またまたピチャピネカそうそう食べてきましたへー 今日はどういう対象だったんですか。はい、今日はですね白百合高校の PTA の、えー、まあお母さんたちだけでしたけどお父さんはいなかったですけどお母さんたちに、えー、更年期のお話をはいしてきてでその後あのお茶飲みながら、えー、ワイワイ質問コーナーがあったのでザックバラにいろいろお話ししてとても楽しかったですね<ー>はいまあ本当に更年期だけじゃなくて閉経後の体のお話なんかもしたので。 40代以降はねもうあの未来を見据えてこういう生活するといいよってお話を偉そうにさせていただきましたけどねいやいやいや,いや、はい、でもそれすごい興味があるのでまたね、はい、別の時にお話を伺いたいと思います、はい、え今日はですね、はい、匿名の方からなんですけど、はい、ワクチンについての質問が来ています、はいはい、中学3年の娘に子宮頸がんのワクチンを打たせるか、うん、私自身が迷っているんです、うん 副反応があると聞いたことがあるんですが、うん、打った方がいいんでしょうか、うん、という、ねはい、質問なんですはいいありがとうございます。 そうですね。あの子宮頸がんワクチンってあのま2013年かな4月ぐらいからあの厚生労働省が接種しましょうっていうふうになったんですが、あのね皆さんも覚えてらっしゃるかもしれない副反応報道ですね。いろんな結構衝撃的な映像がわっと流れてしまって、もう6月にはあの接種推奨を取りやめるっていう事態に一回やめましたよね。そうなんです。だからたったに3ヶ月で終わってしまったんですね。で、あのやっぱり副反応が起こるんじゃない。 かということでほとんど打たない時代が続いたんですけれどもただやっぱり世界見た時にはなかったんですよ。多少はねそれごくまれにはどのワクチンも副反応ってあるんですけれども日本のような状況はなかったんですね。でその後厚生労働省国もですね調べてくれたんですね一生懸命。うん、であの名古屋スタディって有名なのがあるんですが名古屋で3万人ぐらいの女性対象に接種した群と接種してない群に分けて。 反応が調べるために症状いろんな重い症状立てない動けないっていうものから例えば生理が不順になったとか軽いものまで症状いろいろ調べた時に国は一応予想としてね打った軍の方が有病率多いだろうっていう風にやったんですけど蓋を開けてみたら差がなかったんですね。 特に日,日本でも日本です、はい。なのでワクチンで打ったせいだという証明が全くできなかったんですね。うん、でその症状出た方たち実際、ワクチンのせいと言い切れない人がいたのも確かなんですが実際結構、立ってから出てきた症状の方もいらしたのであのワクチンのせいだということを言い切ることができないという結論なので、すなわちまあワクチンの安全性というものが証明されたんですね。うん、で世界見ても 同じなんですね結果として安全性が高いよという結果なので,でようやく2022年4月からもう一回接種自信を持って推奨しますよって厚生労働省が言ってくれて今に至っているんですけれども、うん、なので、はい、あのワクチンは安全です。は<ー>はい ね、こうやってちょっと悩むところもお母さんの方まが親御さんの方が悩むとそ,、うん、それはなぜかっていうとただ子宮頸がんってやっぱ1年間に1万人ぐらいの女性はがんになって。 でもっと多くの女性が全んがん病変っていうので、まあ、がん検診をしょっちゅう、えー、する状態にあって3000人ぐらいの女性が亡くなっているんですね。年間そうです交通事故ぐらいの数なんですけれども自分ががんになったっていう経験を持ってるお母さんたちはやっぱり打たせてる方が多いですよね。 なのでワクチンの不安も拭いきれないのはそうなんですけれどもいまだに年間それだけの女性がなっている、まあ、数でいうと76人に1人の割合と言われていますけれどもその数の子宮頸がんの女性がいるっていうことも事実としてありますのでね。ただワクチン 安全じゃなければ私もね打って打って言いませんけれども安全性をファンたちは確認して信じているので年代の子見たら声かけるようにはねしてるんですけれども先生のクリニックにも制服姿の女性結構いらっしゃってますけれども例えば先生がそういう年代の女の子に「どう?」って言った時の反応ってどうですかつに分かますね あの知りませんでしたとか、うん、あんまり知識がありませんでしたっていう場合、はい、あとは打ちませんもしくは自分は打ちたいけど親が打ってほしくないって言っているの打ちませんっていう打ちませんグループとですねあとはあそんなに大事なワクチンだったら打ちますって言っていただいて本当に接種に来てくれるグループとですね大体3つに分かれます。例えば子宮がのワクチンについては、はいうん 親のの同意っていうのが必要なんんでででしょうかかえーとすすねね歳ららはいらないな、ね、なので16歳未満のお子さんは親の名前を問診票に書いていただく必要あるんですがそれ以降は不要なので、まあ、どうしても自分は打ちたいでも親の理解が得られないっていう場合は、まあ、自分の意思で打っていいですしただ なんとなく親が反対してるものを勝手にやったっていうねやっぱり子供ってね親の嫌なことしたくないかもしれないと思ってるのでなのでやっぱり理解してもらって、えー、納得してもらって打つのが気持ちいい状況かなとは思ってますはい。このワクチンは何歳から、うん 接種可能なんですかあはいあの小学校6年生から一応高1までが定期接種なんですがその2022年4月1日からあの推奨がね再開された時に打てなかった9年間接種が止まってたわけなのでほぼ打った人がいないっていう状況の中で大学生たちがですね自分たちも打ちたいということで署名を 集めたんですね、うん、で3万件ぐらいの署名を集めて厚生労働省に持って行ってよしじゃああ,のあなたたちにももう一回チャンスを与えましょうということで今でいう27歳ぐらいまでですねの,ここまでの、えー、キャッチアップ接種っていうんですけどもねもう一回機会を与えるっていうことも始まったんです。<ー>はい、で2020年4月から3年限定で始まったので、はい、これが来年3月で終わります。 じゃあ27歳26歳27歳あたりの方はもう打っておかない、はい、そうですはい、えーまあ、ただチャンスがなくなるわけじゃなくていつでも打っていいんですがお金がかかるんんですすですすね高いいは種類があるんですが、まあ、一番予防効果の高いシルガードナインっていうのは。 1>, まあ1回3万円前後の値段がしますので,でそれを3回接種するのがまあ一応コースになっているので,なので9万円前後のねお金がうちの場合ですけどね東京とかだともっと高いかもしれないですけどかかるっていうねまあ安めのワクチンでも1万うちだと8000円かなうんそれを3回とかって打つのでお金がね他のワクチンに比べて高いんですよね。 無料のうちにっってっていうねそれでするわけじゃないんですけれどもやっぱりぜひこの機会を、ね、利用して。 知らなかったから打てなかったっていうこなるべく減らしたいのでね、本当にこのラジオも聞いてる方いて、今27歳以下のね、えー、女の子が周りにいたら、打ったかいって打ちなさいって言ってたよ、産婦人科の先生ってね、声かけてほしいなーなんて思いますね。本当に。はい。こういうのってなかなか後回しに後回しにそうなんですよ。すよね、めんどくさいじゃん病院行くのってわかります。決断するのもね。<laughs> はい。だから周りの方から本当にこれきっか でも何でもいいんですけれどもねうん、うん、そういう話してたけどどうって言ってね声かけてみるって大事ですね、はい、本当ですね あの打たない打ちたくないっていう方に、まあ、どのワクチンもそうですけどねこの生ワクチンもそうですけど打たない方もいましたそれは自分の選択肢としていいんですが、えー、知らなかったから打てなかった知ってたら打ったのにっていうこうですねなるべくもう減らしたくて、えー、若い方たちにね情報が届いてほしいなって思います。え具体的なですね1997年度生まれから若い方に なっておりますのでね、まあ、購入までのことになりますけれども、えー、で6か月間に3回打つっていうのが基本コースになりますのであのそういうとこの9月末までに1回目を打ち始めないと一応、えー、間に合わないことになってるんですが。 最短コース一応11月までに来てくれれば病院びっしりね、うん、あの来なきゃいけなくなっちゃいますけれども打つことができるそして1回でも打つと少し免疫はできますので、まあ、あの9月過ぎたら無理とかではなくてねあの打とうと思った時点で3月までの間に病院来ていただけるといいかなと思っております。がね、うん、こうやって予防できる手段が ああるっていいうの他ではあまりな胃がんの,、ね、あのピロリ菌を除菌とかね<ー>ワクチンではないですけどそういうものはありますけれども<ー>これだけ効果の高いものはないですよね私やっぱりですね産婦人科やってると、まあ、どの先生もけ癌がんで亡くなってる女性ってね合うと思うんですが本当に研修医の時に同じ26歳の女の子がですねけ癌がんで亡くなったんですよ。出産もしてない 本当にあの素敵な方だったんですけれどもその時ね亡くなった後お母さんに「うちの娘なんか悪いことしたんでしょうか?」ってぼそっと言われて本当私何にも言えなかったんですが何にも悪いことなんてしてないんですよもちろんねだから誰がなるかがわからない性行為の経験があれば本当に誰でもなり得る。 あとは妊娠の初期にね見つかって進行がんに近くって赤ちゃんごと子宮を取り出さなきゃいけなかったとか本当に悲しいエピソードがね山ほどあるんですよ子宮頸がんってね。なのであのもうワクチンがちょっと痛いんですけど痛いから打たないとかそんなこと言わないで本当に。 打ってほしいなーってね、まあ切実な思いではありますが、まあそれも人の選択はまあもちろんあるんですけどね。もちろんそれは尊重するけれども、うん、でもさっきの知らなくて後から後悔するのだけはね、うん、避けたいと、ね。そうなんです。はい。届いてほしいです。声が届いてほしいです。<れ>うね、そうですね。はい、男性もこの子宮頸がんと何か関係があるんです。そうなんです。あのこの あのワクチン子宮頸がんワクチンっていうので通ってますけど本当はヒトパピローマウイルスワクチンっていうんですね<ー>でヒトパピローマウイルスって、まあ、イボとかの原因にもなるんですが,、まあ、があの女性だったら子宮頸がんを起こしますし男性だったら肛門がんとかあとは喉のがんですね<ー>、はい、口を使った性行為とかのせいで感染してののがんとか、うん、起こしたりするので、あのー、39だったかな39カ国では男性も定期接種。 ですですね、お子さんにで日本でもちょっとずつ広がってきててやっぱ北海道だと余市町が町の女性で男性の接種を OK にしてるんですよね余市町人口自体が少ないのでそんなにまだ利用率は低いって話ですけどあと青森県のね町とかねあったりするので多分数年後には結構全国的に広がってくれるんじゃないかなって思っています<ー> で今でも自費で自分でお金払えばあの男性も打つことができますしガーダシルっていうワクチンはもう男性にもあの接種、安全性大丈夫だよってことをきちんと証明されてもいるので時々、男性打ちに来てくださいますし私も息子が高校1年生の時に打たせましたね。へはい 先を行く男だっ,つって本当だ本当だ後から絶対同世代の子たちとそういう話になると思うんですよねうん、うん、男の子もねそうなんです、うん、<ー>なのでね男性の接種も今後日本でも広がればいいなと思いますそれは男性も自分の病気を予防するっていうことでの接種ってことですかそれプラスあと女性に移さないっていうね そうです。男性も接種するともっと子宮頸がんも減りますよねあと大事なのはですね意外に言われてないんですがこのワクチン線形コンジュローマっていう性感染症も防いでくるんですよねで線形コンジュローマって命に関わるものではないんですが結構イボ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 っていう突起ががん部にできてかなり深い。 だと思います、はあうん、なのでそれを防いでくれるっていう意味でも私はかなり素敵だと思ってるんですけどね<ー>はい。なんて見ないと分かんない不快さなんですけど<ー>なった方はねこれワクチンで防げたよって言われたらきっと打ったなっていうあのおっしゃる方もいますねなら打ちますとかね<ー>うんど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 んまあ、ねうん、数年でも状況って変わっていくもんですねこれが女性だけではなく男性にも、うん 今後はおそらくく広がっていくだろうと、はい、希望でもありますが<ー>、はい、最新情報を、ね、こうなみんなが知って正しい情報法に変えていくっていうね、うん、その昔のその記憶っていうのを新しい記憶にこう変えていただけたらいいかなって望みますす、はい、そうですね今日質問をいただきました匿名、はい、を希望の方もですね、はい ねえお母様は娘に対してどうしたもんかなっていう、うんうん、本当にこの気持ちもとてもよくわかるんですけどでもよく聞いてくださいましたよねそうですね。ねうん、あとは娘さんの意思っていうのもねもう大事にはなってきますので娘さんが納得して打つっていう選択肢を取るかやめるっていう選択肢を取るか、まあ、そこはね 相談してみてください。でもし打たないとなった場合にはどういう予防の仕方があるんですか、うん。いい質問ありがとうございます。えっとですね、子宮経がんの検診というものが受けていただけるといいんですが、一番早いです。検診の中で20歳から。 女性が始まりまりす二十<ー>、はい、歳になるとですねその住民票のある市町村から無料クーポン券というのが届きます。で性行為の経験がない方は経済になる確率まずないので一旦捨てていただいて大丈夫ですがわかんないですもうその1年間に、ね、するかもしれないから一応そのクーポンの期限が切れるまで届いていただいてでその時点で性行為の経験がある方は、えー、婦人会に行ってがん検診を受けていただく。回回受けと終わりでははなくって、まあ、2年に1回は 進められていますのでね。で一応最初の性行為からまあ三年から五年ということで立つと癌が,が出てくるって言われてますので、早く性行為の経験した方こそ早く関検診を始めていってほしいです。いやそんなことも知りませんね。知りませんよね。私も学生の時とか全然知らなかったですよ、ね。知らないです。うん、やじゃあ今日ね聞いてくださった方はぜひ、はいね、娘さんやお孫さんにね。はね、い。 ちょっと言いづらいかもしれないけどうん、うん、聞いいいててみたてただきついでに言うとが、うん検診2年に1回の例えば、ー、函館だと函館市から補助が出るんですが今年は西暦の偶数年生まれるの方になります<う>来年奇数になりますそれにして偶数奇数と切り替わっていきますのでそうするとね1500円から2000円ぐらいで子宮頸がんの検診受けられますのでぜひご利用くださいまそれは安心材料のためにもそうですね<え>あそう。症状ないんです、うん 初期はね症状がないからって大丈夫じゃなくって症状がないうちに本当に極初期で発見しておくということが,経営がんは大体がんっていうのもあるんですけど体がんはまあ全然パピローマウイルス関係なく起こるんですがわりと早うちに不正出血してくるんですね。なので、まあ、不正出血があったら病院行ってねがん検知すればいいんですけどけいがんは不正出血出る頃には進行がんになってますので症状ないうちに。 受けるのが非常に大切です。ここまで聞いたら、ね、はいどうするかっていうのはまあそれぞれの判断ですけれども、ね、ワクチンを打つ、はい、それから定期検診を受ける、はい。はい、やっぱ大事ですね。はい、みんな検診に行きましょう。はい。先今日お疲れのところ、本当どうもありがとうございました。えー、楽しかったです。毎回毎回ありがとうございますまた来月もよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。 と、はい、ということでね今日は子宮頸がんワクチンについて私も知らないことばかりでしたのでねやっぱりあの日々、ね、医療って進んでいっているので最新の情報を、ね、アップデートしていかないきゃいけないんだなというふうにもままたた思いました <laughs>、はい、さてこのコーナーでは婦人科系の不安や悩みそれから、菅野先生にざっくりとなんですけど <laughs> 聞いてみたいということを募集しています。 宛先はメールアドレスが g o mark f m i l k a c o j p g o mark f m i r u k a c o j p ファックスは233100233100 23番午後たす1時4時かな先生のかかりまでお待ちしております教えてかな先生のコーナーでした「See you in the next episode